はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。ケバブ好きトムです。よろしくお願いします。いや、プレミアリーグトークショーのトモさんじゃないね。プレミアリーグトークショーサポから怒られんぞ。キャンプよろしくお願いします。キャンプ好きな、キャンプ好きとケバブ好きって全然違うぞ。ケバブ最高だけどな。昨日胃もたれがすごかった。ケバブ、昨日あのポッドキャスト中にあなたウーバー頼んでましたね。ナイスケバブっていうところをめっちゃ頼むんで、池袋の。池袋のナイスケバブ。送料なしやってみる。めっちゃ安いから。送料なし。はい。最高ですね。送料なしでいくらぐらいでケバブ買えるんですか？1000円ぐらいです。高っ。皆さん、ぜひ池袋界隈にお住みの方はナイスケバブお立ち寄りください。これは案件ではありません。本日はコメントいただいておりました、開幕スタメンの予想をですね、行っていきたいと思うのですが、その前にトムから今日伝言があって、ミルクサッカーアカデミー、全然マリノス話してないやん、あれ。全然さらっと終わってましたね。マリサポの方々どう思ってるのかなと思ったね。マリノスのエンブレムがサムネの中に入っていて、マリノスの話たくさんしてくれるのかと思いきや、さらっと終わっちゃうっすけど。おい、ミラクお前、おい。怖いな、怖いな、それ怖いな。ジュンジーっすな、ジュンジー久しぶりっすな。いや、僕らの、チャンネル登録の20人で1000人になりますよ。そうですね、あと、20人でチャンネル登録がとうとう1000人の大台に到達いたしますので、皆さんまだチャンネル登録していない方はお願いします。1000人今月中に行きたいので、チャンネル登録ぜひお願いいたします。こっちの事情やん、それ。今月中に行きたいの。完全にごめんなさい、こっちの事情を押し付けて大変申し訳ないのですが、チャンネル登録ですね、ぜひしていただけると嬉しいですので、引き続き、頑張って高頻度ですね、高く更新していきますので、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。完全にこれ雑談なんですけど、はい、ラジオイレブンさんっていう YouTuber さんがすごい面白くて言ってましたね。マリノスのこともすごいリスペクトされてますよ。あ、そうですね、ぜひラジオイレブンさん、マリサポの皆さんも聞きに行っていただいて、聞きに行くっていうことなんだけど、ポッドキャストみたいな感じで配信してるんですよね。3人ぐらいでやってて、サンフレッチェ広島結構侮れなさそうっすね。本当ですか。去年も終盤めちゃくちゃ勝ってて、はい、大橋選手で最後のピースがハマって、あとは浦和レッズ盤石ですよね。チアゴ・サンタナか、ホセ・カンテか、ジェバリか、誰か分からない下りはもういいのよ。本当にその3人は見分けるのが難しいと思いますので、それはどうでもいいとして、マリノスですね、開幕スタメン予想の方を行っていければと思います。まずはだいぶ早いっすよ、予想するもうでも1ヶ月切ってますから。あ、切ってはないですね、ちょうど1ヶ月後、J リーグ開幕します。明日あれですか、日程発表ですか。で、さらに言うと今ルヴァンカップの発表するみたいで、今ライブでやってますね、 J リーグ公式チャンネルで、はい、ルヴァンカップ対戦カードを発表っていうところが今 YouTube でライブでやってるみたいなので、ここのね、対戦カードも気になるところではありますが、やはり私たちが照準に置くのは一つ J リーグ開幕戦、東京ヴェルディ戦ということで、こちらのですね、開幕スタメン予想の方を行っていければと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず私、キーパーはポープウィリアム選手と予想しております。オーレーオーレーで、右サイドバック松原健、オーレー、センターバック山村和也、あ、トスのおじちゃん、え、甲府な、甲府のおじちゃん甲府のおじちゃん、背中曲がった味のある甲府のおじちゃんサポスタン。味のあるの甲府のおじちゃんサポ、なんそれ、チャッカマンチャッカマンす、お前リスペクト持て。いや、甲府のおじちゃんそんなパーマかけてないのよ。パーマネント時代、パーマネントで、パーマネント永久にって意味。センターバックどうするんですか、2枚は。センターバック2枚ね、悩みどころであるんですけれども、 ACL 考慮してます。 ACL 考慮してます、もちろん ACL 考慮してますし、まあただ ACL もね、落とせないところではあるので、 L からね、21日に ACL を行って、中2日か3日ぐらい、非常に難解ですよ。非常に難解ではあるので、ここね、どれだけこのバンコクのアウェーで得点差つけられるか、しっかりと勝つっていうことはもちろん大前提なんですけれども、ホームにですね、余裕を持った状態で臨めるかっていうのが、やっぱ J リーグも盤石で臨める体制を整える一つのキーポイントだと思っておりますので、そこも見どころかなとは思いますが、まあ、ちょっと ACL は一旦考慮を除いて、今の状態でスターティングイレブン、現状の最強イレブンのね、
最強イレブンを選ぶのであれば、これ僕の中ではこれっていうのを発表しますので、皆さんも賛否両論いただければと思います。これはないだろうとか、まあ、こここうした方がいいんじゃないかっていうですね、コメントをいただければと思っております。これはあくまで僕の好みというか予想でスタメン予想していきますし、 DJ トムも僕が発表したスタメン予想に対して激論をですね交わしていければと思っておりますので、よろしくお願いします。僕はセンターバックは山村和也とエドアルド。お、山村スタメンで出しますか。山村和也選手ね、ここの右センターバックでスタメン抜擢していきたいと思っております。経験とね、高さっていうところ、強さっていうところを考慮して、まあ、右センターバックで山村選手ぜひ抜擢していきたいなと思います。で、左サイドバックは今永田選手ね、加藤肘選手、小池優太選手怪我していて、多分開幕厳しいんじゃないかなと思うので、僕はここに渡辺大輝選手、うん、それありそうですね、置きたいです。加藤蓮選手もね、まだ J1 での経験がないっていうところが懸念材料としてあるので、 J1 でねバリバリやってきた渡辺選手、新潟では基本的にセンターバックで出てましたが、左サイドバックもやってたんですよね。あ、もともとサイドバックの選手かね。そうですよね、もともとサイドバックをやっていたようなので、ここは左サイドバック渡辺選手を使うことで、この4枚、松健、山村和也選手、エドアルド、渡辺選手で、基本的に180オーバーの選手たちが揃っているので、セットプレーもね武器になってくるのかなと。天野純選手も加えて、まあ、そういったところも考慮して、こういう高さもある強さもある選手を僕はこの4枚揃えていきたいなと思ったんですけれども、この4枚どうです DJ トムさん。これね、ちょっと1個タサポが口挟みますけどね、山村選手をサブに置いておくことのメリットってすごいあるんで。確かにね、緊急時の対応がもうめっちゃ効くから。そうですね、王人事ぐらい効くから。と思ったら王人事で検索。緊急時のサポートが王人事ぐらい。それかあとジャフぐらい緊急時の対応。ああ、あのレッカーしてくれるところ。あと事故った時に所属してる保険屋さんぐらい緊急時の対応。ソンポじゃないの。相手方が怒っちゃってるんです。私が対応いたしますじゃないの。ああ、まだ開けろ、まだ開けろ。何？まだ開けろ、まだ開けろ。それあれじゃん、煽り運転してくる人じゃん。でもこのマリノスの選手たちは一切煽り運転はしません。絶対するな。絶対する。横ね、覆面多いからマリノスの選手気をつけてくださいね。ボランチはもうあれですか、これも変わんないですか、今年も。そうですね、ボランチは変わらずT ボー、渡辺浩太選手、この2枚でスタメンはね行きたいなと思っております。キャプテンもまた今年も希望がやるんじゃないかなとは思っているんですけれども、この2枚はどうですか DJ と。いやでも記事が出てたみたいですね、なんかあの山根リック選手に関してどっかの新聞、多分地方しか分かんないですけど、はい、今年は本気でレギュラーを奪いに行くみたいな。そうです、楽しみですね。山根選手も3年目ですかマリノス。そうですよね、3年目じゃないですか、もう年代別の代表にも入ってますし、ここいらでね、僕は渡辺浩太選手は不動で、このボランチはワンシーズン通してやっていただきたいなと思っているので、キーボーのところですね奪っていくのであれば、山根選手十分に可能性あると思いますし、ポテンシャル能力経験も今もう兼ね備えてきているので、今シーズン本当勝負の年じゃないですか。本当にこれ不景気もあるんですけど、これ高卒とかの選手に対して長く育てるところがなくなってますからね、もう近年。そうですね、もう長く育てるっていうことはないので、もう無慈悲に、ね、どんどん放出して いきますもんね。マリノスで出れなかったら本当にこれ本当に危ないんじゃないですか。はい、いやこれまた横役に言っといてください。あれも散々ほらまた僕の方が叩くんですよ。いや、ケイスケ、ほんと素直。横江君に行って、山田選手散々パス叩く人あんまいないのよ。山田選手叩かれてるとかあんま見たことないのよ。でももうこれ本当に今年出ないと危ないじゃないですか。今年出ないとちょっと危ないですね。山田選手欲しいチームたくさんあると思いますもんね。だって正直、木田拓也と渡辺浩太、木田拓也選手だってあと2、3年は普通に行けるわけじゃないですか。2、3年は普通に行けますね。うん。そうなると本当に危ないと思いますよ。これ出れないと盤石な体制組むのはいいと思いますけど。おっしゃる通りですね。未来のこのスター候補、才能っていうのを潰してしまう可能性があるので、
まあ、そこは、まあ、うまくね、本当に山根選手、まあ、ていうか、まあ、山根選手次第になってくると思うんですけどね。まあ、さらに上田啓太選手もね、新体制の会見でお話しましたけど、球際を見てほしいって言ってるのは、ちょっと楽しみですよね。楽しみですね。まあ、上田啓太選手とかはルヴァンだったりとか、そういったところが主戦場に今シーズンはなってくるのかなとは思うので、どういうプレーしてくれるのかとか、非常に楽しみですね。またルヴァンとかも見に行きたいですね。そうですね。でも、だって、遠くないですか？遠い？関係ねえよ。まあ、ルヴァン、三沢でやってくれることが多いので、三沢大好きなので、ぜひ見に行きたいと思います。トップ下は、これは非常に、ラジオイレブンさんでしたっけ？もう言ってました。このトップ下の争いは、リーグ屈指、どの選手もトップ下とは出れるっていうのを、ここのマリノスのレギュラー争いって非常に楽しみです。本当に楽しみですね。このキャンプ次第で決まってくると思うんですけど、まあ、アマジュン、ナムテヒ、西村、上中朝日、まあ、このあたりですか？トップ下。西村のセンターフォワード起用もちょっと視野に入ってますよね。入ってますね。9番つけたっていうことは、まあ、センターフォワードで出るんだっていう意気込みを感じられますし、まあ、西村ね、もともとセンターフォワードですから、これだけトップ下、層が厚くなってくると、西村もその辺視野に入れていかないと生き残っていけないですよ。まあ、あとはさらにこれ、西村、天野純、ナムテヒ、すべてコンディションが上がらないようであれば、渡辺康太、吉岡海奈、榊原圭吾、山根陸も1個前できますかね。そうですね。確かに吉岡海奈選手、榊原圭吾選手あたりは、本当その辺主戦場ですもん。1個前だったら多分ね、自分のね、与えられたポジションで、これ開花すると思います。ボランチも点取れないと、トップ下も点取れないと。おっしゃる通りですね。まあ、そうならないと怖さがないです。世界ではボランチがどんどん得点取っていかないと強化されない時代になってきておりますから、まあ、その辺も含めて山根陸選手、新たな才能の発掘じゃないですけれども、まあ、吉岡海奈選手のようにね、どん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 いろんなポジションでチャレンジしていってほしいですね。それでいうと、この天野純選手に限ってはね、ヒョンボギヒュンダイの時のプレー集とかゴール集見てると、なんかストライカーとしてちょっとね、スコアラーとしても活躍してるんで、これ本当に右とかも全然あるかもしれない。右ウィング。右ウィング。おっしゃる通りで、天野純選手もボランチもありますもんね。まあ、ボランチもできますし、僕はこれ天野純選手に直接これ、まあ、もうマジあるぞ、ここって言ったら、あんまりやりたさそうな感じ言ってなかったです。あんまり右ウィングはやりたくないです。いや、まあそもそもそんな足速くない。そうですね。足速いタイプではないのでね。でも全然もうこれ往年の右で左利きやるっていうのは家永選手の面影がね。そうですね。ありますし、まあ、水沼宏太選手もね、そこまで足が速いわけではないので、まあ、足が速くなくても右ウィングができないっていうことはないと思うんですけれども、まあ、天野純選手、僕はファーストチョイス、トップ下で使いたい。まあでもここは面白そうですよね。このリーグナンバーワンのポジション争いってちょっと見てみたいですね、どうなるか。そうですね。僕は開幕スタメン、天野純選手でいきたいと思います。韓国で2年間揉まれてきたっていうのと、韓国でのプレー集見ても、得点に対する意識っていうのがさらに強くなってるなっていうような印象を受けたんですけど、どうですか、リジェット、その辺も。いや、本当にそうですよ。本当に得点を取らなきゃね、向こうは外国人枠で行ってるわけですし。そうですよね。やっぱその辺の、まあ、ゴールへの意識っていうところだとセットプレー。はい。まあ、これ長戸選手が今怪我してるってところで、まあ、天野純選手がいるんでね。そうですね。天野純選手がいるので、そういったところの強みもありますし、まあ、山村選手も入ったりとか、まあ、アンデルソン・ロペス選手引き続きマリノスに、で契約更新して、セットプレーね、今シーズンはさらにそこからの得点を期待したいですよね。これちょっと裏話ですけど、これ天野純選手、順天堂大学の時にワントップとかもやってて、チョンボ君の時にもツートップの一角とか入ってたんで、本当これゼロトップとかもね、ワンチャンこれあると思う。今後。トンボクユンダイでもやってたんだ、ゼロテップ。ツートップ。4-4-2 の感じのフォワードとか前もやってたんで。はい。まあそういうのもちょっと今後の戦術の幅を広げるというところはちょっと面白いですね。そうですね。まあそういったところでも、また天野純選手のさらなる進化をですね、今シーズン見たいと思います。で、まあごめんなさい。3トップに関しては皆さん、まあ予想されているのと同じになるので、ごめんなさい。面白くないんですけど、まあヤンマテ、ロペス、エウベル。まあここは怪我とかがない限り変わることはないのかなとは思ってるんですけど、どうですか、ディレクト。もう往年のね、ERY。ERY。R って誰や？ロペス。あ、ロペスね。ロペス、L か。いや、あ、L か。ELY。ELY。ELT みたいな。ELY。ELY ですね。これ、浜の ELY、ちょっとこのチャンネルで流行らせたいですね。いいですね。浜のエリー。いや、エリー？浜のエリー。浜のエリー、3代目っすか？そっちかい。そっちかい。野球やってたエリーな。てん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 て
浜の ELY ね、ちょっと流行らせていきたいので、まあ、ここの浜の ELY は今シーズンもかなりの脅威となると思いますし、ねえ、ヤンマテウス、ロペス、ここの人選に関しては今年全員抜かれてもおかしくなかったですか？抜かれても、全員抜かれてもおかしくなかったところ全員残しましたんで、これは本当にフロントの方々大仕事をやってのけたっていう感じですよね。いや本当だって、エウベルもヤンマテウスもロペスもね、ワンチャンこれ抜かれてもおかしくない、それが抜かれてたと思うと、本当稲川淳二さん本当開幕でゲストに呼ぶしかなかったです。怖いなー、怖いなーって、あのあそこのあの階段の下のところ稲川淳二さんがあの本当ゲストで呼ぶしかなかった。サッカーの試合で階段話してもさらに寒くなるのよ、開幕戦ただでさえ寒いのに。犯人がいなくなったんですよ。怖いなー、怖いなーじゃないんで、ワリサボにとっては抜かれてたら怖いんです。抜かれてたらもう怖すぎますよ、本当に恐怖だったんですけれども、全員残ってくれたのでね、今シーズンもさらなる爆発を楽しみに、開幕戦本当に楽しみで待ちきれないので、本当に良かったです。栗原雄三さんと稲川淳二さんのトークショーじゃなくて、あそこのいやめっちゃ人集まるでしょ絶対、あそこのトリコロールランドに行きたい、絶対話聞きに行くもん俺、稲川淳二が来たまあそうですね、そういったところで開幕戦ももう1ヶ月ぐらいというところで、マリノスサポーターの皆さんも体も心もうずいてると思いますので、また引き続きね、高頻度で更新していきますので、皆さんチャンネル登録いいねの方よろしくお願いいたします。まあ皆さんのイレブンをちょっと聞きたいですね。そうですね、皆さんの開幕スタメン予想、僕が発表したのとここはちょっと自分違うよっていうところを教えてくれれば非常に嬉しいので、そういったところもコメントもですね取り上げていきますし、あとこういうことまたやってほしいっていうところがあれば引き続きコメントいただければ、コメントいただいたものに対して話題を取り上げていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あともうちょっとですよ、1000人まで、あともうちょっとです、お願いします。皆様のお力一票が必要です。ありがとうございました。よっしゃ。